こんにちは、田島浩二と申します。僕は現在バンクーバーのスタジオでコンセプトアーティストとして、映画に出てくるキャラクターや背景のデザインの仕事をしています。で、今回はですね、昨年ワコムから発売されたこのモバイルスタジオプロというのを、僕は最近使い始めたので、使い心地などをですね、僕の感想も交えながら紹介していこうと思います。開封の動画を撮影しようと思ったんですが、箱を2本に忘れてしまったので、とりあえず今家にあるものだけを紹介していこうと思います。まずペン、そしてペンケース、充電アダプター。ペンは前のものと比べると若干軽くなった気もします。気のせいかもしれませんが、ペンケースもとてもかっこいいデザインでよくできていますね。こうシュパーンと開け閉めしたくなりますよ。シュパーシュパーンと、最初見た印象はこれはちょっと大きいなという感じですね。持った印象もやっぱり少し重いです。身の回りにあるものとサイズを比べてみました。ちょっと大きすぎるかなと思ったんですが、普段から使っているバッグにはすんなり入ったので安心しました。次にボタンなどを見ていこうと思います。なんかカードを差し込むやつ、イヤホン、これ電源ですね。これなんだ、謎のやつ。これが音量のカチカチ。USB-C のやつ3個。でここに謎の穴台に。また背面には 3D カメラがついています。これで 3D スキャンしたりできるようなんですが、まだ僕は試していないので、これに関してはまた次回紹介しようと思います。あとフロントにもカメラがありますね。ここ見えんのかな。ここ次に操作性を見ていきます。スペックはこんな感じになっております。これちょっとびっくりしたんですけど、指紋解除がついてます。ペン入力の他にタッチ入力も可能なので、iPad のように使うこともできます。また好きな向きでこともできるので、傾ければ勝手に画面が回転します。こちらの回転はメニューからロックすることもできます。まあただ普段使うときにですね、まあ机に平らに置いてもいいんですが、そうするとちょっと首が痛くなってきたりすることもあるので、僕はこのクーラーマスターという会社が出している PC スタンドを使用しています。このように角度を変えることもできます。結構もう4年ぐらい使ってるんですが、割とお気に入りです。こういう感じですね。では次にフォトショップを使って実際の描き心地をテストしていきます。 A4 サイズのキャンバスに描いていますが、とてもスムーズに描けていると思います。完全にラグがないとも言い切れませんが、ストレスはなく、とても快適に描けていると思います。
示唆に関しては以前よりだいぶ向上してかなり書きやすくなっています。書いていって気づいたのですが、環境設定のグラフィックカードをオンにしないと描画に若干の遅れが出るようです。マヤでの動作もテストしてみました。4000万ポリゴン近くになると多少の遅れが出始めました。そしてもう一回スムースをかけようとしたら固まってしまいました。Gブラシに関しても若干ボタンが小さくなってる印象はあるんですが、操作性は問題ないです。という感じのソフトを使って先ほどからこの画面に映っているこいつを作ったので、その工程を見ていただこうかと思います。どうぞ。という感じですが、いかがだったでしょうか。僕はもうすでに3ヶ月、まあ4ヶ月以上使ってるんですが、とても大活躍しています。た
ただ一つ気に入らない点があるとすれば Windows 10が、最初からこれ搭載されているんですが、僕はずっと7をずっと使っていて、久々に7以降の OS を使ったんですが、いろいろ変なソフトが最初から入ってたりとか、スリープのバグがあったりとかですね、古いソフトを入れるとうまく動かなかったりだとか、ちょっと OS に関しては使い始める前に少し勉強しておいた方がいいかなという感じがいたします。まあ、ただですね、そういったまあ OS、 新しい OS に、まあ、一旦慣れてしまえばもう最高のタブレットなので、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。ではまた次の動画がいつになるか分かりませんが、見ていただきありがとうございます。それでは。